ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW2002 ターボ昭和53年登録3万9000キロこちらの車両になります。情報量が多すぎて紹介できません、はい、めちゃめちゃいいのが入ってきたじゃないですか。これ最高ですよ、はい、皆さんおそらく予想はしてると思うんですけど、うん、紹介はこれできないですよね。どういうこと？できます？できないよね、はい、だってもう僕最初に53年登録って言ったじゃないですか、うん、車体番号から製造年月日調べられるものがありまして、はい、製造年を調べたらですねもうちょっと古くてですね、うん、昭和49年3月生産のこちらの車みたいで、おそらく中古並行のお車じゃないかなと、はい、うん、でもういかんせん40年50年そうですね、はい、経ってますから、はい、もうそもそもオリジナルの全部コンディションなのかも、うん、もう分からないですし、そうですね、まあ、あとはいわゆる旧車の部類になってくるんでバッチリですよっていうのは、うん、もう誰も分からない部分になってくるじゃないですか、うん、なんであくまでこの今の現状と、はい、この状態でご紹介させていただく形になると思います、うん、そうですね、はいはい、でまず2002 BMW ミュージアム以来なんて、うん、全く知識がなかった。なるほど。で5月にドイツ行かせていただいた BMW ミュージアムで展示してあったんですけど、はい、うん、あのそこでの展示の特別感もすごくて、大きいこうスペースに2台こう車ボンボンってそこだけ、まあ、あとこう割とこう止まってるんですけど、はい、そこだけは2台しか止まってなくて、うん、そこの1台に止まってたんですよ。でもそれ以来なんでびっくりしましょう今日見て。本当同じだと思って、もうまず可愛いのが、うん、このボディサイズ、はい、言ったらこれ3シリーズのご先祖様なんですよね。そうです、はい、で1600っていう車からスタートしてその後に、うん、まあ、いわゆる3シリーズが始まっていくという。そしてあともう一つ大きなトピックとしては、うん、これが市販車初のターボ、うん、ターボ標準装備された車ということで。そうですね。なんかオプション設定自体はなんかアメ車でもう少し前からあったりだとか、うんうん、ああそうなんですね。あとはレースとか、うんうん、元々のそのターボの走りっていうのがそのディーゼルのなんかターボ、そうですね、あと船舶の方で結構使われてた技術らしいんですけど、うん、まあ、それがようやくこう車に乗っかった一番最初の車ということで、市販のガソリン車で、はい、うん、おそらく詳しい方は多分いらっしゃると思うんですよ見てくださってる。そうですね、はい、なんであのコメント欄で教えていただいたりとか、これこうなんだああなんだよって言っていただければ、うん、まあ、それを一つの動画とさせていただければと思います、はい、でまずこの可愛い外装なんですけれども、うんうんうん、ちっちゃいですね、はい、サイズを調べてびっくりしました、うん、寸法の方が、まあ、一応これ車検証上の寸法ですけれども、はい、全長の方が4230で全幅の方が1650ですよ。1650ですよ、うん、最近なんか2メートルっていう車も紹介するのザラじゃないですか、うん、ちっちゃいなと思っても175とかで1750とかもね、はい、それが1650ってこと、うん、でしかも皆さんご存知の通り、はい、オーバーフェンダーついてるじゃないですか、うん、はい、で1650ってことなんで、あそうか、キャビンはもう一回りちっちゃい、うんうん、で高さの方が1410ということで、うんうん、もう信じられないぐらい今の感覚で言ったら3シリーズって言ったらもうちっちゃいぐらいの、ちょっと前のポロサイズそんな感じだね。そんな感じですよね、うん、はい、ただこれ順番に紹介しますけど、うん、当時このスペックっていうのも本当に驚異的な車だったみたいですね。そうですね、はい、先に言っちゃうとなんと最高速211キロっていうカタログスペックのとんでもカーだったということで、その辺も順番に、はい、でまず外装から見ていきたいんですけど、うん、もう現代ではもう再現不可能なシルエットじゃないですか、うん、はい、だってボンネットが一番前に出てるんですよ。逆スラントしてますからね、もう暴走族なんだこのボンネット伸びちゃってるやつぐらい、はい、このボンネットが伸びてで逆にこう、はい、空気抵抗で言ったら、うん、多分今の技術とか感覚で言ったら絶望的な感じなんでしょうね、そうでしょうね、ただもうそこでしか得られないこのシルエット最高じゃないですか。はい、最高です。めちゃくちゃかっこいいですよね、はい、でキドニーグリルも、うん、ちっちゃくてしかもつながってるんですね、うん、よく見るとはいつながってます。なんかもう最近すごく大きくなっちゃいましたけど、うん、やっぱりこのちっちゃいとすごくクラシックな感じもしまして、はい、非常に可愛いポイントかなと、うん、あとヘッドライトもこれですよH4 ですよ、ね、ハローとハイローですよね、まあ、この辺の規格はずっと一緒なんで、はい、まあ、メンテナンスだったりとかも容易っていうのも非常にいいかなと。基本的に車整備とかも自分でやっていく感じの、うん、はい、もう車の作りになっています、はい、
あとは特徴的なのはこの下側の大型のスポイラーです、はい、スポイラーですね。これもいいですね、シルエットがかっこいいですよね。最高です、うん、そしてあのターボって入ってる、うん、入ってない車がなんか ありますよね、あるみたいですね、はい、入ってるやつはなんかひっくり返しに、うん、はい、そうです、書いてあるんですよ、うん、はい、あれなんでひっくり返しに書いてあるのかなと思ったら、うん、あのルームミラーで見た時に見えるように、うん、だ前の車に思いっきりプレッシャーをかける、うん、いいね。だそう言われれば、うん、20年前ぐらいにちょっとこう、うん、ホンダの走り屋の車が流行った時にこうバンパーにひっくり返してこうステッカー貼るのって一瞬ちょっと流行ったんですよ。あ、そうなんですか。だそれの走りがこれなんだなと思って今日いろいろ資料を見てびっくりしました、うん、こんな可愛い前回りになって、はい、そしてあと今回の車非常に綺麗なんですけれども、めちゃめちゃ綺麗です。こちらなんと、はい、詳細は動画なんで、はい、あの控えますけれども、うん、近県の、はい、某有名レストアショップで、はい、ほぼフルレストア済み。そうですね、はい、フルレストアですね。ただレストアって言ってもいろんなこう程度があるんですよね、うん、はい、ちょっと直してありますとか、まあ、いわゆるフルレストアでビカビカにしてます、うん、あとなんかカテゴリーで言うと 0km とかっていう、うん、僕もあんまり詳しくないんですけど、はい、あのほぼ新車の状態に戻ってるレストアなんかもあるんですけど、はい、あのこちらの場合かなり高いレベルでレストアしてる個体というふうに聞いております、うん、ただ、うん、それってわからないじゃないですか、はい、でよく個人売買とか、うん、海外でフルレストア済みで買いました、うん、持って帰ってきて、うん、つっついてみたら、うん、ドライバーがズボズボズボってよく聞く話じゃないですか。そうですね。ただこれボンドグループで並べてるっていうのはちゃんと理由がありまして、はい、そのレストアの経緯も非常にはっきりしてるんですよ。そうです。でこの後見ていただきますけども、うん、はい、なんとその全部写真と、はい、書類と、はい、なんと DVD までついてるレストアの記憶がブワーッて、はい、全部揃ってるという。そうです。ファイリングされて、はい、なのでその辺はかなり安心して乗っていただけるかなと、ね、はい、ただ僕それ見た時に、うん、あのこれ車の販売じゃないなと思いました。何、うん、引き継ぎ業務だなと。あ、そう、確かに次のこの車を楽しんでいただくために、はい、あの次の方に引き継ぐっていうなんかそんな感じですよね。いや、なんか今まさにそうだなと思いました、思いました、うん、でやっぱりいくらこうフルレストアしてますって言ってもやっぱり詳細がもう不明になっている部分もあると思いますし、はい、あとはそのやっぱり経年劣化、全部のパーツを交換してるわけじゃないんで、ある程度こう、まあ、心構えというか、そうですね、はい、はい、まあ、分かって乗っていただく形になると思うんですけども、はい、そんな中でも非常にコンディションがいいかな、うんうん、だから塗装もまあオリジナルじゃないですけど、はい、非常に綺麗ですよね。いや、すごい綺麗ですね。全部やり直してるんで、はい、外装がかなり綺麗なコンディションになって、はい、そしてあとは横に回っていくと、うん、今回、うん、ちょっと現代風に少し手が加えられているということで、はい、そうですね、まず足元の方が車外の16インチ、はい、あ、ごめんなさい、車外の15インチ、うん、こちらが装着されています。それがワークの、はい、マイスター、マイスターですね。あれこれ調べたら、うん、あのドリフトで有名な土屋圭一さん、はい、86所有されてるの知ってます？知ってます。あの緑色の、あ、はいはいはい、あれがこれ履いてるんですよ。あ、そうですか。色違いなんですか。はいはいはい、なんかちょっとその辺も、うん、はい、クラシックな感じと、うん、いいですね、車と、うん、でなんとこちらオリジナルのパーツも、そうですね、ほぼ全部揃っているということで、まあ、仕様変更なんかも楽しんでいただいてもいいのかなと、はい、なかなかこの年代の車でいじってっていうのも少ないですから、ね、そうですね。そしてあとは特徴的なこのフェンダー、うん、はい、これも、調べましたら日本仕様だと、うん、これ保安基準かなんかの関係で縦埋めして一体成形されている、正規輸入しているものらしいです。はい、で本国仕様だと、うん、このビス止めのオーバーフェンダー、まあ、後にその法改正なんかで、はい、変わってますので、うん、このままで登録されているんじゃないかと。そうですね。ただもう全体的なシルエットが最高すぎません？いや、最高ですね。この窓とボディの比率、うん、今の車ってボディより絶対窓ちっちゃいじゃないですか、はい、高さも、はい、このほぼ一緒かもしくは同じぐらいかな。同じぐらいですね、ほぼね。若干窓の方がちっちゃいかなっていうぐらいの、うん、このシルエットってもう現代の車ないっすよね、うん、であとは全体的なこの印象、はい、だからこうチリとかもそうですけど、うん、まあ、レストアしてるだけあってすごくこうパリッとしてるんですよね。そうですね。なんか大きくずれちゃってたりとか、はい、塗装がなんかこことここでなんか極端に違いますとかっていうのはあまりない。ないですね。やれた感じがあまりないので、
さすがなんか有名店のレストアだなっていう感じが。そうですね。うん、で当然あの保管状況もバッチリなところで保管されてたということで。はい、ただ逆にあのさっきも聞いちゃいましたけど、うん、なんでこんなにバッチリの引き継ぎまでできそうな車が、はい、こう市場に出てきたんですかっていう、うん、そこが逆に心配になったんですけど、ああの先ほど担当者に聞いたら、はい、あの車の置き場所がもうなくなったと。そうなんです、入らなくなっちゃうんですね。一番あの単純で一番分かりやすい理由だったんですね。はい、でもう本当に自宅に10台以上なんか所有されている方なんです。はい、で、まあ、ガレージを新しく建てるのもめんどくさいと、うん、でもったいないけど、うん、まあ、出しちゃおうかということで出てきた車です。はい、あとモールなんかも結構もうバキバキの車なんかも、うん、もうさすがに40年50年経つと当たり前じゃないですか。この辺なんかも割とパリッとしてるかな。そうですね、バッチリです、うん、なんかこうわざとらしくない程度にパリッとしてないですか。そうですね、なんかこう違和感なく、はい、はい、確かにパリッとしてるんだけどなんかわざとらしいのを時々こうショーとか、うん、まあ、海外行った時もそういうの結構あったりしたんですけど、ね、はい、はい、そういうのはあんまりない、うん、自然な感じですよ。そうですね、はい、あとはもうこういうパーツ一つ取っても、はい、もうめちゃめちゃ味がないですか、うん、すごいですね。アンテナこれっすよ、はい、ちょっと悲しいんですけど多分ツッチーは分かんないんですけど僕なんとなく子供のところこう覚えてますけどやっぱりこう日本のお車でもこういう三角窓があったり、はい、アンテナこうシュッシュ出したりとかっていうなんとなくこうノスタルジックですけどちょっと遠い昔こんな車をよく見たなっていう記憶が蘇ってきてすごくなんか今さらまたさらにもう一回新鮮な気持ちになるというか。残念ながら僕が免許取った時はですねこの三角窓もなければ、はい、アンテナももう内蔵されてたんですよ。そうだよね。だからもしか後ろから電動でシュルシュルシュルって、はいはいはい、だからもう逆に新鮮っていうのもあるかなっていう僕ら世代だともう40ですけど、はいはい、そのぐらいなんかこう大先輩の車と、うん、一つ一つのこの形がめちゃめちゃ味がありますよね、うん、そうでしょう。なんかさこういうところのシルエットって多分僕らと同世代とか僕らの先輩からするとあったよねこういうあの昔のね箱スカーだったり箱スカーの前のプリンススカイラインとか、はいはいはい、あこういうディテールだったよねっていうなんか多分そういうのを思い出してもらえるかなと思います。あとはまあ技術的な問題か分からないですけど、はい、ガラスがとにかく平らなんですよね。そうですね、今の車ってこうラウンドしてるじゃないですか、うん、はい、もう普通じゃないですか、はい、もうとにかく全部平ら。そうですね、でポルシェも昔のポルシェって、はい、フロントガラスこう2枚平らなのがこう真ん中にピラーが入って。そうです、そうです、そうなんですよ、うん、あれもあのポルシェミュージアムでも行ったり来たりして何回も見ましたけど、はいはいはい、年式によってそのガラスの成形技術で極端な R が付けられて、うんうん、で2枚になってるのがあるとかっていう、うん、だそういうのも感じられて、うん、もう本当にこうタイムスリップできる感覚の車じゃないかなと、うん、はい、そしてあとはドアなんかもこの辺のラインも綺麗ですね。綺麗ですね。ステッカーも、まあ、オリジナルなのかどうかはもう定かじゃないんですけど、うん、そうですね、まあ、非常にコンディションのいいデカールがしっかり入ってて、うん、このデカールの高さも微妙じゃないですか。絶妙じゃないですか。絶妙ですよね。なんかもうちょっと下につけててもみたいな、ね、イメージもあるけど、でもフェンダーとかの流れを見るとあここでいいのかな。だから現代的な車の感覚でいうと多分ラインとかってもっと下に、うん、そう下げたくなっちゃうよね、うん、ただなんかこの年式とこのシルエットだとこれですごくバランスが取れてるのかな、うん、意外と腰高に見えないしね、いい感じです。当時 の, なんかそのクーペ需要に合わせた、まあ、クーペスタイルの車ということで、うん、そしてリアもオーバーフェンダーと、うん、このもうまさにこう箱っていう車にオーバーフェンダーめちゃくちゃかっこよくないですか、うん、いやめちゃめちゃかっこいいですもん。なんか日本の旧車もなんか通じるとこありますよね。いやあります、あります。箱スカとかのあの辺もそうです、うん、いや本当そうですよ。めちゃめちゃ味がある、うん、そしてリアもこのちっちゃい、言ったら本当イージーシビックとかあのぐらいのサイズですよタイヤ。本当ですね。だって今や軽自動車でも17インチとかなんか履いてるケースあるじゃないですか、はい、それがこれですからね、うん、ただリムは結構あるんで、はい、オーバーフェンダーと相まってちょっとレーシーな感じも、うん、こんな感じのシルエット、うん、そしてあとは後ろも超綺麗ということで、はい、申し分ない仕上がり、うんうん、なんか本当にパッと見でここ直してんだろうなっていうのがほぼ見当たらないですね。なんかそうですよね。ここだけなんか どっかだけ違和感があるっていうのがないので、なんていうのかな、どっか直してるところがあるとしたら全部1回で直しきったみたいな、そんな感じありますね、うん、そんな感じの雰囲気はあります。
で実は僕らあのドイツ、5月に行かせていただいたときに、はい、いろんなそのクラシックカー展示してあるところなんかも回ってたんですけど、やっぱりいろんなこうレストアのレベルがあって、まあ、中にはなんかあここ絶対塗ってあるよねとか、うんうん、あパテが見えてるよねみたいなのあったんですけど、そういう感じが一切ない。そうですね、外装も、まあ、この後そのチューリの履歴見ていただければ納得っていう感じだと思うんですけど、はい、まあ、そのぐらい外装がパリッとしてる、うん、あとテールランプとかももう最高すぎません？最高です。このドリムと、はい、このそうですね、ベタっていう、はい、テールランプ、そうなんですよ。もう当時物で言ったらこう四角いボディにこうベタっていうテールランプか、丸いこうっていうテールランプか、うん、っていう感じだと思うんですけど、うん、もうすごいキャラクターが立ってると、はい、であとはこれびっくりしたんですよ、うん、ラバーのスポイラー、はい、BMW ミュージアムでまさにこの同じ仕様のがあったんですけど、さすがに展示物なんで、うん、触ることってできないんですよね、うん、今日特別にちょっと触らせてもらったら、はい、意外に柔らかいですね、これブニュッとね、はいはい、ちょっとあの許可いただいてますんで、はい、意外に こんな感じなんですよね、うん、だスポイラーっていうんで、うん、もっとカッチカチの想像してたんですよ、うん、意外に本当にさすがに低反発枕とまではやらないですけど、うん、なんかこう下に敷物で敷いてるぐらいのゴムの感じ、うん、そうですね、はい、でこれも、うん、もう分からないし純正なのか、そうですね、車外 の純正風なのか、はい、ただこれもパリッとしますね、綺麗ですね、うん、なんか聞いたら結構ひび割れちゃう、そうなんですよ、表面がひび割れたりなんなりっていうのが結構多いんで、これはすごく綺麗な状態になってます。でオリジナルで綺麗になってるのか、うん、まあ、社外なのか もはや僕らレベルにはちょっと分からないですね、はい、これもなんか違う色で、まあ、当然ゴムなんてボディ塗装にはできないんでしょうけど、この黒い物体がボコってついてても違和感ないのすごくないですか、うん、いいのね、バランスが取れてて、そしてナンバープレートもこうバチンですよ、はい、若干日本のナンバーサイズに違和感ありますけども、はい、このナンバープレート、しかも下から照らすタイプという、うん、あと BMW のマークがそっち側なんですよ、はい、で当然古いタイプですよ、ね、そうです、古いタイプ、尻尾焼きのやつかな、微妙に BMW のその青白になってからも何回かこう、うん、そうですね、マイチェンというか、はい、変更してるんですよね、うん、で金色でもっと書体がなんか違うやつ、ああそうです、そうです、その前はあったり、 ありました、ありました、それも BMW ミュージアムで、あエンブレムの歴史ってこう並んでたりとか、そう、ここのあの青白のところがもうちょっと彫りが深かったりとか、いろいろバージョンというかその電式によって違うんですよ、ありますね、はい、うん、多分その辺はもっと詳しい方いらっしゃると思うんで、そうですね、あの、はい、コメントで教えていただけると助かる、はい、そしてあとはバンパー、うん、このメッキのバンパーと、はい、あとはあのマフラーですよ、はい、マフラーも今回、うん、車外のものになってて、スーパースプリントはそうですついてると、はい、スーパースプリント設定があるんですね、ね、逆にびっくりなんですけど、あ本当ですか、ただテールもなんか良くないですか、このカールしててなんかいいですよね、一見純正みたいな、そう、普通に純正にしか見えないし、そして若干センターからずれてるという、そう、 BM これ好きなんだよね、真ん中に出てるようで出てない、あれ大昔の M5 かなんかもなんかこう若干寄ってるのありましたね、確か当時の E28 とか E24 だ、5シリーズ6シリーズとかみんな、右にちょっと寄ってる、そうですよね、そうです、それも確か BMW ミュージアム見てきた、はい、こんな感じの外装になっております、うん、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、うん、内装の前にキーがこれですよ、家の鍵じゃないですか、ここ最高です一応両側削ってあるタイプの鍵ですけども、はい、こんな感じので、これ1個違うのはこれ給油口、ね、そうです、給油口です、別のキーもついてます、はい、そして当然キーレスなんて現代のものはついてございません、はい、鍵を差し込んで回すと、はい、そして押して開けるタイプ、はい、この音が良くないですかね、ゲレンデの音がいいとか言ってる場合じゃないですよ、でも、はい、通じる音だよね、そうですね、ゲレンデにもう音がクラシック、そう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 、そして内装ご覧ください、めちゃ綺麗、めちゃ綺麗です、これも、その某有名店で、はい、内装もレストアしているということで、はい、でまずシートがもうレザーがほぼ新品に近いぐらいの、うん、そうですね、でオリジナルどの状態なのか、うん、僕の知識ではわからないのと、はい、あといろいろ調べたんですよ、うん、画像検索、はい、ただあのもうレストアしてるのが結構あるのか、うん、あのいろんなバリエーションというか、うん、出てきてどれがオリジナルなのかちょっと僕には判別つかないんで、そうですね、なんとも言えないんですけど、はい、この骨格に関しては基本的に純正のものを使って、はい、でレストアしている感じになると思います、はい、でこのちょ なんていうんですかね、スウェード地というか、スウェード地というかマイクロファイバーというか、はいはい、ですね、で両サイドが、脂肪がちょっと
はい、すべすべ気味のレザーで貼り替えてあって、うん、でこれ乗り降りもうほとんどされてないじゃないですかね。そうですね、レザーの傷みなんかもほぼ、まあ、レストアもしてますけど見受けられないと、はい、あとは、まあ、ダッシュボードとかカーペットなんかは割と年代を感じますけれども、はい、この辺も割と程度が程度いいと思いますよ。極端にその割れだったり切れだったりとかっていうのもないので、あの縮んでこうビーって割れちゃってるのなんかも、うん、まあ、この個体がそういうケース多いのかわからないですけれども、はい、そういうのもあんまりなく、そうですね、はいはい、コンディションいいのかなと。でステアリングはこれももですかね。ももじゃないですか、これ形状的に、はい、もものステアリングになってて、ステアリングもこれレストアしてあるのか、はい、まあ、新品がついてるのか、はい、まあ、非常にコンディションがいいと、うん、あとはメーターこれ枠が赤いんですね。そうです、これオリジナルで確か赤かったですよね。みたいです、はい、これ車外とかなんか塗ってこうなってるのかなと思いきや、うんうんうん、この年代からなんかメーターをこうドレスアップというかする文化というかあったんですね。ありそれにびっくりっすな。多分それだからあの BM7 ではなのかもしれないですよね。あ、なるほど、うん、なんか今だとも黄色いメーターとか、うん、まあ、文字盤がすけど赤いのとかもザラですけど、はい、この辺から、うん、そして今回の車はこれクーラーが、そうなんですよ、クーラーがついてるんですよ、はい、普段乗れるじゃないですか、まあ乗ろうと思えば、はいはい、なんかこう旧車って言ったらなんか夏場こう窓全開でこう汗だくで乗るイメージですけど、はい、快適に乗れちゃうと。快適かどうか分かんないですけど、多分でもツッチーはクーラーをほぼ知らないでしょ。知らないです。そうですよね、はい、あの言ってみるとずっと冷風が出続けるんですよ。はでもエアコンって、はい、除湿したり、はいはいはい、こうずっと回してるじゃないですか、はいはいはい、循環しますよ。そうだからちょっと感覚が違うかもしれないですね。なるほど、はい、でもやっぱり冷たい風が当たるんで気持ちはいいです、はい、まあ、ないよりは全然、あ、全然いいと思います。あと今回の車はびっくりマニュアルということで、これ5速マニュアルなんですよ。そうです、調べたらゲドラグ製らしいです。本当、まあ、ドイツですから、はい、ゲドラグの5速ミッション。なんかオートマンもあるんですか。あ、オートマンありました。でもターボはなかったんじゃないの、はい、あ、ターボはないんですか、ね、200に TII はオートマだったかな、はい、まあ、その辺もちょっとあのちょっとね、そうなんせ調べたんですけど出てこないですよね。でお子さん詳しい方に聞いていただいた方が、なんで車屋それ知らねえんだよってあの思うかもしれないですけど、ここに関しては本当にご了承いただきたい。そう、正直言ってね、ここまでこれが分かったら本当に博士です。そうですね、はい、で一応、走らせてないんでちょっと何とも言えないんですけど、ゲトラグのミッションだということ でシフトパターンは一応レーシングパターンなんで、手前下がローで手前上がバックの位置になってますね。なるほど、はい、だから現代のとちょっと違う仕様になってるので、はい、こんな感じになっております、うん、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。このドアの薄さがいいですよ ね。ドア真っ平らだし、うん、ドアポケって何ですかって感じですよ。本当本当。さっきほら、そっちボディサイズ言ってたじゃない。はい、ちっちゃいよね。ちっちゃいです。って言って、でも乗ると意外と広かったりして。中意外と広いんですよ。そうなんですよ。だから多分このパネル類が薄いのが多分効いてるんじゃないかなという。と思います。そして乗り込むと、はい、シートが思った以上にスポーツなんです。うん、ね。このサイドサポートが、そう、しっかりしてるよね。このお尻が沈み込むんで、うん、本当にセミバケとは言えないですけど、はい、めちゃめちゃスポーティーらしい。いやでも完全にスポーツシートだよね。ただ肩はだいぶ足りない気がします。そうですね、ヘッドレストと、はいはい、これ衝突安全的にどうなのかなっていう確かに、はい、ただシートベルトは3点なんですね、うん、はい、一応3点になってます。国によってはまだ全然2点だったりとか、下手したらないのもあ、そうですね、ありますね、この年代だと、はい、うん、でなくてもあれなんですよね、当時の保安基準というか、はい、うん、にのっとってるんで、うん、まあ、通るんですけど、この車の場合3点、うん、そしてご覧ください、うん、シートベルトこれですよ。かっこいい。あの締めるのに、うん、あの小一時間かかりました、私裏側こうなってて、はい、こうなってる。そうです、分かんないじゃないですかこれ、うん、でこれが、うん、あ、分かったの、できたの、巻き取りもないんですよね。そうで、ないです、ないです。で受けは、うん、はい、これなんですよね、これ。そうです、これ出しましょう、これ、うん、これ、うん、そう、謎じゃないですか、もうもはやプラスチックのこう、これね、パカパカがついてて、はい、なぜかここがマグネットなんですよ、うん、こうカチッと、うん、どうやって締めるか分かんなかったんですけど、うんうん、こうみたいですね、うん、あ、分かったの、はいはい、このフックをこう下からポイッ、はい、でこれが上がってこないようにマグネットになってます。そうです。で調整に関しては、うん、自分でここを引っ張ってください、はい、あの
古化けのあの4点と同じ、はいはい、感覚じゃないですか。そうです、ギュッていいですね。しかもシートベルトも意外にやれてないんですよ、はいはい、これってオリジナルのやつなわけじゃないですか。はい、うん、でこのバックルも、あ、でも張り替えてなんか違うのになってるんですかね、うん、あ、可能性はなくはないね。ぽいっすよね。そう、うん、あ、そうかもしれないっす、うん、こっちへっこんでるけどこっち、あ、へっこんでるか、うん、なんかでも張り直した跡があるんで、うん、もしかしたら、うん、1回2回交換してるかもしれない、うん、大丈夫ですか土田さん、うん、なんかね、はい、向きが分かります。どれが正解か分かんないですよね、うん、こっち、はい、どうだと、あ、こうでいいのかな、おそらくこう、あ、いいな、いいな、いいな、ねじれもどこが合ってるのかな、そうそうそうなんだよね、ねじれどっちが合ってるのかなと思って今、はい、そして当然巻き取りがないんで、いいや、これ外した後も、うん、ちゃんとこう避けておかないと、はい、こうドアの下から出ちゃったりとか、そうですね、ってことですよね、うん、このドアに挟んじゃったりとか、はい、可能性あるんで、はい、この辺もだから作法が必要なわけですね、うん、でもほら飛行機のシートベルトもそうですからポジティブシンキングする、はい、はい、そしてじゃあ今回シートベルトオンでお届けします。いや、なんかいいな。そしてステアリングは大きくないんですかね。ないですね。大きく感じますね。感じるね。いや、大きいのかな、細いから、あ、大きさを逆に感じないのかな。あと車がちっちゃいから、うん、車対比で言ったら大きい気がします。そうですね、確かに細めの、はい、めっちゃクラシックな、はい、ステアリング、まあ、すごい回しやすかったですよ。あ、本当ですか、うん、そしてオンもちっちゃい、うん、鳴らしてみていいですか。はい、あ、これオンにしないとならないですね。そうですね、はい、オンにして、うん、キーもだってこの奥っすよ、はいはい、うわ、このまず鍵を差し込む感覚が現代の車と全然違うんですよ、はい、ズボズボズボっていう感覚が、はい、ちゃんと向きありますからね。え、ちょっと待ってください、はい、入りました。え、入らないです。あ、そう、いいんですよ、その向きで、はい、あ、来た、うん、ちょっとオンピッて鳴らしていいですか、うん、かわいい。シングルホーンですね。そうですね、はい、これ見たらおそらく社外のじゃないかな、はい、赤いホーンがついてました、こんな感じで、うん、そしてメーターはこの3連、はい、これが240キロまで乗ってるという、いいですね。マックス211キロまで、うん、当時カタログスペックで出るっていうことなんで、うん、まあ年代からしたらもうありえないぐらいの、うん、でちっちゃく BMW って、うん、3連1つずつ意外にでもシンプルなんですね。シンプルですね。なんか油温水温なんか電圧とか細かく出る感じじゃなくて、はい、はい、こんな感じの、うん、で今で言ったら BMW ってもう2連の、うん、はい、そうですね、っていう感じじゃないですか、はい、その前ってこのフォーメーションだったんですね、うん、もうすごくギャップを感じます。あ、そうですか。そしてこっちがタコということで、はい、うん、はい、はい、6000後半からレッドゾーンの、はい、こちらの、うん、そして走行の方が38,000、現在まもなく39,000キロってことなんですけど、そうですね、これに関しては車検証上もこの数字でリンクしてるってことなんですけど、うん、いかんせんこう、うん、古い車じゃないですか、はい、だからこれが完璧に合ってるかどうかっていうのは、うん、まあ、一応その書類上は合ってますけど、はい、分からないという、そうですね、はい、まあ、不明ではないんですけど、はい、まあ、基本的にこの辺の車を走行距離で購入される方っていらっしゃらないですか。あ、と思いますね、はい、まあ、なんで一応まあ、書類と車の現状はこんな感じになってると、さすがに多分一周はしてないと思う。そうですね、はい、うん、まあ、この辺しかこの次がないんで一周してる車なんかもありますけど、ね、はい、うん、まあまあまあ、そうですね。あとはこの辺が、分からないです。これなんですか。ライトですよ。これシガなんですか。ここについてるんですか。そうですよ。で、これなんですか。これ熱線ですよ。あ、これ熱線なんですか。引くんですか。はい、はあ、でこれが、はい、ライトライトですよ。あの一つ一つのポジションもそうだし、はい、操作感も今の車で言ったら信じられない、うん、ああ、そうかですね、はい、めちゃくちゃ味がある、はい、でこれは空きなんですね。そうですね、はいはい、そしてこれは何になるんですか、うん、どれですか。これ、あ、それあの、はい、エアベントだと思いますね。空気のあの強さだったり温度だったり、はい、出す位置だったり、こっちが、あ、ごめんなさい、こっちが温度ですね、はい、はい、でそっちが、はい、出口とか、これドイツ語でオープンとかそういうことですか。あ、そうですね、そうですね、はい、なってると、はい、で当然コラムは調整できない、もちろん固定のタイプですよね、はい、そしてペダルに関しては、うん、あの
現代の車をなんかちょっとどっちか寄ってますねとか言ってすいませんって感じです、うん、でしょ、はい、うん、これに比べたらなんとなくやっと分かってもらいました。だから僕ら世代ってよく右ハンドルがずれてとか言うじゃないですか。いや昔左もずれてたんでってよく言うんですけど、はい、びっくりするぐらいセンターに全部寄ってます。そうですね、はいはい、だいたいクラッチとブレーキの真ん中がハンドルのセンターぐらいな、うん、そんな感覚、はい、うん、アクセルに至ってはめっちゃ踏みづらいです。そうですね、はい、これいいですね、うん、でも下から全部生えてるんですね。はい、当時下からでしたね、はい、全部メカニカルな感じが、うん、そしてクラッチに関しては、うん、そんなに重くはないです。重くはないですよ。ただ反力が結構ありますね。で、そう、そうなんですよ。でも意外とエンジンかけて動かそうとすると半クラっていうかクラッチのつながる位置もすごく分かりやすくて、さっきちょっと僕ツッチーと話してる時言ったけど、このちっちゃいエンジンなんですけどボディが軽いっていうのもあって特段アクセル入れなくてもアイドリングでも走り出しちゃいます。へー、はい、なんかこう反発が強いペダルだと半クラがちょっと大変かなっていうイメージですね。合わせが微妙な感じするじゃないですか、はい、そんな感じじゃない。全然違います。残念ながら今回当然試乗はできないのでちょっとねできないんでフェーリングなんですけれども、はい、興味のある方座って踏むのは全然できる、うん、大丈夫です、はい、まあ、参考までに見ていただけるといいんじゃないかと、うん、はい、あとは、うん、こっち、うん、ちっちゃいポータブルのナビゲーションが、うん、まあ、この辺なんかは、まあ、そのままでもよし外してもよし。そうですね、はい、でも前オーナー様は、はい、オーナー様もなんていうんですかこうビジュアルを崩さないようになるべくちっちゃいので、はい、こういうところ邪魔しないように、はいはい、この時計もいいっすね。なんか可愛くないですか、いちいち BMW、はい、BMW って書いてあって、これなんか現代の車にちょっとリメイクして入れてほしいです、うん、つけたいよね、はい、うん、しかもほらもう当時からちゃんとドライバーに向かってるっていう、はい、あ、そうっすね、でしょ、人間工学に基づいた。そう、当時はペダルは全然基づいてない感じしますけど基づいてない感じしますけど、はい、確かに若干こっち寄ってますね。そうなんですよ。これなんか3とか2ぐらいまでだったら、うん、ちょっとリバイバルしてつけた、つけた時だよね、うん、そしてこの辺がなんかごっそり変わってるんですか、うん、そうですね、変わってます。で、灰皿も、はいはい、もうめちゃめちゃ年季の入った、はい、でかい、はい、そして使用感も当然あります、はい、そう、はい、ドイツの喫煙率なめんなよって感じです確かにこんな感じのハイザー、はい、ただ車の中はなんかそういう匂いは、あ、もう全然ないですね。旧車の匂いはしますね。そうですね、旧車っていう感じの匂いします。だからなんか異臭というかそのタバコ臭いとかっていうのは一切ない、はい、うん、そしてこっちがカロッツエリアになる、はい、CD が一応聴けるようになってる、ね、そうです、はい、タコさっき言った、はい、そうです。土ごめんね、はい、これなんすか、これ押して可愛いから飛び出してくるんで押したら、これハザードなんですか。可愛くないこれ。可愛いっすハザードマークとかないんですね、はい、これ押すとじゃあこのウインカーの、そうです、うん、これももう思いっきりリレーの音だし、はい、右左の区別ないんですね。そうですね、はい、BMW ミニが初代右左の区別なくて、あ、そうでしたっけ。そうです、両方光るんですよ、うん、ハザードミニ、はいはい、どっち出してるか分かんないとかってありましたけど、うんうん、はい、ここから乗ってる人は何とも思わないです。そうですね、はい、そしてこちらクーラーが、うん、これこの車用ってわけじゃないですよね。違います、汎用ですね。当時の汎用のものが付いてると、はい、そうです、はい、これ一応現役で使えるよ、うん、使えます、はい、冷風出ます、はい、はい、あとはここ辺のここからはオリジナルですかね、はい、はい、ですね、シフトと、うん、うん、はい、うん、全然今の車と違う、うん、まず こっちに倒した感覚があんまりないです、うん、あるか、うん、ちょパニックになってます、はい硬い、うん、で真ん中の遊びがすごい、そうだ、こっち行ってるのかと思ったんです、うん、そしたらもう一個あって、もう一個行きます、バックと一足、はい、そうですね、2、3、4、5、うん、まであるということで、はい、この辺なんかも割とコンディションがいいじゃないですか、はい、いいですね。これもいいっすね、ゴムのこれ最高ですよ。最高っすね、はい、こうもはや現代の苦労とかそういうの楽しむ時代になってるじゃないですか、はい、そうですね、ドンピシャじゃないですか。ドンピシャです。そしてハンドブレーキもこれっすよ、うん、ああいいですね見てください、この剛性、はいはい、もう何が起きても全部許せます、うん、そうですね、はい、もう可愛いやつだなっていう、はい、こんな感じになってます、うん、そしてあとは後ろっすか、うん、後ろは意外に広いという、うん、広いですよ。乗ってみます、乗ってみましょうよ、乗ってみましょう、はい、はい、せっかくなんで、じゃあ作法に習って、はい、習ってね、シートベルトをそーっと戻しまして、はい、ここにかけていただいて、はい、かける、かける、かける、あれ知らなかったの、知らなかった、あら、そう、かけとくんですよ、そういうことなんですよ、はい、フックになってるんで、
もうバカだなと思って見てください。大体で僕の世代でこれめちゃくちゃ詳しかったり作法が、うん、できてたらそれはそれで気持ち悪い、気持ち悪いね、はい、こうなってると、はいはい、そしてじゃあ、うん、せっかくなんで、はい、じゃあ続いて後ろもこれをレバー上げる感じですか。はい、横のレバー上げてください。すごい。で当然、はい、スライドなんかはついてこないわけですね、はい、乗ってみていいですか。いいですよ。うわわ、後ろの方が、うん、あのクラシック感を感じます。あ、本当だ。このふかふかの、はい、S クラスの140の前なんですか。126です。126の S クラスの、あ、こんな感じですね。そうですよね、はい、あの乗り心地をこうシートで吸収するみたいな。そうです。なんかバネ感があるっていう。でもう張りも全然レストアしてるだけあって、いや、めちゃくちゃいいですね。いい感じですね。ただ後ろの方が旧車種がします、うん、そうですね、囲われてるだけあって、はい、こんな感じで。当然装備は何もないわけですよね、うん、はい。でも、はい、ここにほら一人一個灰皿が、はい、ドイツの喫煙率つらめないということで、はいはい、だってしっかり使われてますもん。そうですね、はいはい、じゃあ後ろに乗って捨てたってことですね、これ。そうじゃないですか多分、はい、当時の日本人の方か、あの、うん、ドイツの方か分かんないですけど、はい、なんだろうこれ。ああ、これこっちにガイド、あ、なんだ、あ、そういうことですか。ガイドがあるのかな、これ。ここにシートベルトがこう、あ、そうだね、そうね、ガイドがあるんですね。ね、あ、これ巻き取りだ、後ろ。今初めて知ってました。あ、後ろは巻き取りなんですね。はい、すごい。え、なんで後ろのこの仕組みを前に持ってきてくれなかったんですかね、うん、それはクラシックカーだからです。後ろは随分現代的な。そうだね、巻き取りだね、はい、そうっすね、うん、こんな感じに。そしてスペース的なのはもうここは別にあの広いから買う、狭いから買わないとかじゃないと思うんですけど。そうですね、一応僕175でギリギリっていう感じです、うん、で当然アームレストなんかもないですし、うん、ドアもなんか心配になるぐらい薄いです、はい、あの側面から衝突されたらこう、うん、ちょっと怪我じゃ済まないなっていう。そうですね、はい、感じ。ただ後ろの開放感すごいですね。半端ないですね。ガラス大きいんで、はい、なんかオープンに乗ってるぐらいの感覚、はい、そして今回の車はちょっと笑っちゃったのが、はい、今ツッチを見た瞬間に、はい、ツッチの頭がもうリアガラスのところにあるからなんか不思議な感覚に今見たら、ね、ガラスする、ね、うん、なんか3ドアハッチバックのコンパクト感みたいな感じ、はい、あのヘッドレストもないんで、ね、多分衝突されたらこう後頭部がガラスやばいですね。そして後ろのトレイのところはこのスピーカー、うん、パイオニアのですかね、はい、そうです、パイオニアの、はい、あとここがボードがここもレストアされてますね。あ、なるほど、綺麗です。この辺も直してはいです。あと天井もすっごい張りあるんですよ、うん、そう全然ね、あのそっちがモールがこうピラッて出てたりとか、はい、まあ、ところどころの経年劣化ありますけども、うん、はい、この辺も多分1回レストアしてあるということで、うん、天井も非常に綺麗に、うん、はい、張りもあると。ただこの年式なので本当にビニールがこう、そうですね、本当、はい、素材感がふわってかけてある感じの、うん、そしてもうピラーがとにかく全部細いんで、うん、視界めっちゃいいんですよね。めっちゃいいね。これも現代の車じゃ味わえない感覚ですね、はい、前も後ろも、うん、こんな感じのリアになっております。はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、これもあの久しぶり見まして、押したりで押してね、ちょっと待ってください、硬い、はい、あ、でも意外にトランク剛性ありますね、うん、なんかこうグネグネっていう感じじゃなくて、あ、ないですね、ちゃんとしてますね、はい、これすごい、うん、何にもないじゃないですか、うん、もう本当に部屋に関してはこのバスタブみたいのをそのままこうボンってトランクにしましたっていう。だから意外に広い。これゴルフバッグいけんじゃないですか。いや全然いけますよ。これゴルフ場に飛ばしたらヒーローですけど、超かっこいいですよでトランクも綺麗、はい、ここも綺麗ですし、こっちもこれなんか思わないですか。なんですかこれ、どういうことですか。あ、思わないですか。何ですか、はい、なんかまるでボンネットみたいじゃないですか。あ、確かに補強しっかり入ってる、うん、いやそうなんですよ、そうなんですよ。だから冷静に見ると広くないですか、ボンネット面。今の車ってこのぐらいしかなくないですか。確かに確かに。で開口部が広かったりするです、はいはいはい、だからこれ平らなんですよね。あ、なるほど、うん、だからこのシルエットってないですね。ないです。だから開口部って平面、あのなんていうの、1枚の鉄板が大きいので当然歪んじゃいますよね。ベコベコしちゃうんで、はい、補強をしっかり入っているという感じの作りなんでしょうね。これも伊達じゃないんですね、やっぱり、うん、しっかりダウンフォース当時でも効くように、はい、うん、でバッテリーがむき出しで、はい、
応カットオフのそうですパーツが出してあるということで、ね、やっぱりこの辺の車は乗らないかったりとか、そうですね、ザラだと思いますので、はい、まあ、むしろ毎日乗る方があんまり少数派だと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、使っていただけるなと、はい、あと、読み物読んだら、うん、なんかその1600と02でなんか燃料タンクの大きさが違うみたいで、うん、あ、そうなんですか、若干上がっててトランク自体は狭くなってるそうです。なるほど。ただここももう本当にその仕様の違いなんで、うん、ここどっちがどっちとかっていうのもあまりないと思うんですけど、はい、こんな感じのトランクになっております。うん、トランクの補足になりますけれども、はい、いいとこ発見しましたね、はい、テールランプこの時代のやつってネジでパカッと取れるんですよ、うん、そうなんですよ。でこのネジもナットもプラスチックなんですけど、うん、はい、これがもはや純正なのか社外なのか分からないですけど、はい、絶対でも純正の50年前のやつだってバキバキじゃないですか、はい、それがちゃんとこうしっかり取れる、うん、でこの蓋も、うん、あ、でも BM マーク入ってます、一応入ってるんだ、じゃあ純正ですかね、多分そうだと思うよ、まあ、車外純正マーク入れないですか、ね、うん、入れないね。そして、うん、電球ということで、はい、なんか抵抗が足してあるんで、うん、ただ LED になってるところじゃないんで、はい、多分なんか電気的な対策のためにおそらく、うん、まあ、この辺詳しい方いらっしゃったらコメントいただけると助かるんですけど、はい、であのメタルクラッド熱持つじゃないですか、はい、でおそらく多分常時そんなに熱々になる感じじゃないんだと思います、うん、はい、はい、こんな感じの、うん、だこれ以上は分解できないんですよね、うん、こんな感じに、だこの辺も自分で全部整備というか交換ができるようになってるっていうのはすごくいいですよね、うん、だとさっきカメラマンが気づいてましたけど、うん、足回りの交換がめちゃ簡単そうということで、はい、めちゃ簡単だと思います。これショックの頭がここむき出しで内装をばらすことなく、はい、うん、ただこれもなんかしっかりこうコンディション維持しないと、はい、ここ抜けちゃったりとかっていうのもありえそうす、ね、いや十分考えられますよね。おそらく、市場どんだけ出回ってるか分かんないですけど、はい、まあ、この辺が傷んでる車なんかも多いんじゃないかなと、うん、でこちらのはもう全部グッドコンディションになって、はい、ですね、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、ボンネットが運転席足元のレバーを引くんじゃなくてなんかパタンと倒すんです。はい、でこっちから来るんですよ、うん、これ一人じゃ開けられなくないですか。開けられます、開けられますよ、はい、一応両サイドから、はいはい、手伝ってもらっていいですか、はい、さあちょっと下げてもらっていいですか、はい、コツがいるんで。あ、そうなんですか。こっちが先、もしくは一人でやるんだったらこういう感じでやると開けられます。こうなっちゃうと、あ、そうです、どっちかによじれちゃうと引っかかっちゃうんで。なるほど、はい、一人でも開けられます。そしてこうやってそーっと開けるとやってまいりました、お、市販車初標準装備のターボということで、うん、これがですね、いろんな読み物を読んだんですけど、まあ、言っても読み物も大して出てこなくてですね、はい、僕が調べた限りなんですけど、うん、当時その1600っていう車の、うん、まあ、派生モデルとしてこれが出てきたわけなんですけども、はい、出てきたきっかけが、うん、なんかその BMW の、うん、製品企画担当と、うん、あとエンジン設計者が個人的にその1600乗ってて、でそのは自分仕様に2リッターのエンジンを積んでたらしいんですよ、うん、で、あれ、お前も2リッター、俺も2リッターみたいな、うんうん、でそこから一応株主取締役会にもう 2000cc バージョン出しましょうっていう提案があって、うん、でそれにアメリカのこうスポーツモデルの要望もあったらしいんで、うん、その辺なんかくっついてこの車が誕生したと、うん、なるほど。ただ、うん、そのベースの 2000cc の TII に、うん、ターボくっつけたんじゃなくて、うん、エンジンのベース自体は、うん、なんかそのレースの方のエンジンから持ってきてるみたいです。なるほど、60年代のグループ5用のエンジンベースということらしい、はいはい、なんで単純に、2002 の TII に、ターボつけたのとは違うっていうことで、うん、で、それに、まあ、出力アップにつながって、うん、大型のラジエーターだったりとか、うん、オイルクーラーもこの時代からついてると、うん、ただターボに関しては、うん、現代のターボみたいな仕組みじゃないっていうことで、はい、もうインタークーラーもついてないですし、うん、まあ、制御に関してももう機械式なもの、うん、でそれに合わせてこれインジェクターになってるんですけど、インジェクターも機械式なみたいですね。そうですね、はい、なんで本当にメカニカルな感じらしいです、うん、一応カタログスペックですけども170馬力、うん、170馬力ってすごくないですか。すごいね、当時としたらすごいですよね、うん、僕もう免許取って2台目に乗った EG6 のシビックが確かそれぐらい、160馬力かな、うん、リッター100馬力すげえみたいな。そうですね、なんかそんな感じだったんですけど、うん、はい、これなんと170馬力、うん、ただこれが現代もしっかり出てるのかどうかは謎ですけども、うん、一応カタログスペック的には、はい、でトルクが240N、うん、で最初にも触れましたけども、うん、マックスがなんと211キロという、すごい、ちょっと怖くないですか、うん、
この箱が211キロ飛んでいるということで、ただブレーキなんかも、はい、当時としては、うん、まあ、高性能な260倍のベンチディスクのブレーキになってたりとか、はい、リアのドラムに関しても250倍の大型のドラムブレーキになってたりとか、その辺の走りもかなり強化されている車ということです、うんうんうん、そしてあとは、うん、一応駆動系の方で LSD もこの車入っているということで、はい、そうです、はい、だからもう当時の M3 というか、うん、M3 のご先祖様といってもなんか過言でない立ち位置の車だったということで、ね、うんうん、そうだね、まあ、それも多分いろんな意見あると思いますので、その辺もコメント欄で教えていただけると助かります、うん、はい、あと今回の車はこのターバーガー、ターバーガーついますね、このビフィアーズ、はい、ビフィアーズスポーツの、うん、純正 の、 供給なんかもやってるんですよね。土方さんにもさっき下見の時に話しましたけど、はい、ミニのジョン・クーパーの一番最初のオプションのターバーがビフィアーズ製なんですよ、うん、おー、なるほど。だとそのロールケージと か、うんうん、か車の補強を作ってるメーカーなんです。そうですよね。結構そのラリーに参戦する車の補強を作ってたりとか、はい、あと当時 の、 そのストリートレーサーみたいなのだと結構入ってたりとか、はいはい、うん、っていうメーカーのが入ってる。で足回りもこの、うん、グランドコントロールっていう、はい、ピロアッパー、ピロアッパーになってますね、はい、こちらになってる、はい、あとエンジンのコンディションに関しては、うん、一応レストアしてあるってことなんですけど、はい、まあ、やっぱりこう経年劣化もところどころ見られたりだとか、はい、絶対壊れないっていう車じゃないじゃない。もちろんそうですね。だからまあ本当にこう楽しみながら、はい、楽しながら乗っていただく形になると思うんですけども、はい、全体的にはかなり綺麗だし、うん、コース類もちょっとこの辺ひび割れしたりとか、そうですね、あるんで、まあ、はい、本当にプラスアルファしていっていただけるといいんじゃないかなと思います、うん、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。ちなみに初めて見ます練習したのに最高です。交換してあってヘッドライトも HID になっているということで、でおそらくこの点滅するのは電圧が足りないんじゃないかなと思います。マフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。さあ、うん、ここからはじゃあいつもの車両紹介にはないちょっとね今回は謎の小バッグ紹介コーナーということでこれは、はい、丸二についてくるものじゃなくって、はい、前オーナー様というか、そうです、はい、が用意したもの。そうです。でここになんとですね、車のじゃん、まあ、こっちはナビゲーションの説明書だったりしますけども、うん、車のその整備記録が全て保管してあるということで、はい、これもう驚愕ですよね。すごいよね。まず紙のパーツリストが、うん、はい、これもすごいコンディションいいですよ。これすごいよねこれ本来だったらちょっと手袋して取り出すかなと、はい、うん、なんか許可いただいてますので、はいはい、これだけでお宝でしょ。こんな感じでこれ今電子版があるのかどうかも謎ですけど。そうですね、まあ、当然これドイツ語ですかね、うん、ドイツ語ですよね、はい、ただまあ図解もついてますしパーツリストなんかも多分一緒になってるんじゃないかな、うん、はい、すごいですよ。だってベアリングの整備の方法とか出てるんですよ。だこういうのを見ながら、うん、eBay でパーツを探して、はい、この直しながら乗るってもう最高じゃないですか。楽しいよね。ガレージに車があってで、まあ、車が1600台ぐらいしかなんかオイルショックに乗っかっちゃったみたいで、まあ、台数かなり少ない車みたいなんですけども、うんうんうん、やっぱりこう好きな愛好家の人たちはいるじゃないですか、はい、でこの先輩のその知識を、うん、はい、受け継ぎながらいろいろやるっていうのはかなりいいんじゃないかなと、うん、
で、こんなのもこれ漏れなくついてくるんですよね。そうです、はい、車と一緒についてくる、はい、そしてですね、うん、あとこっちが個人情報がちょっと一部載ってるんで、はい、ちょっと見せ方がちょっと難しいですけど、謎のブック付きということで、これいいですね、見てびっくりしました、うん、はい、まずこれ何枚ぐらいあります？50ページぐらいあります。うわ、楽にあるんじゃないの。あ、でも厚紙なんで。あ、厚紙なんだね。20ページぐらいですかね、はい、これちょっとご覧ください。1枚ずつちょっとめくっていきますね、うん、これ全部だってファイリングされてるんですよ、ね、あ、これまずこの辺は、うん、はい、今までの整備の明細、はい、明細ですね、はい、これが全部細かく、はい、有名店でやってるってことで、うん、はい、細かい全部これ何しましたかにしましたっていうのを、はい、これ結構ありますね。相当ありますね。これだけで20枚ぐらいあります。ありますね。そしてここから先がびっくり、はい、なんとレストアの記録が全部写真付きということで、はい、素晴らしいですね。これ安心できますね。そうなんですよ。でやっぱりそのこの辺の車ってもう分からないじゃないですか。そうですね、はい、でもちろんその直してるレベルもあると思いますけど、これだったらもう全部どこをどれだけ、はい、そう、どんだけやったのかっていうのが分かるんで。もうだって黒いコーティングとかボディをペイントしちゃうとその下が見えないですからね。もうさすが有名店のレストアって感じですね、はい、だって全部このコメント付きで、はい、写真がもう1ページに15枚ぐらい、はい、でこれがまだだからもうフロアとか全部錆びてるところは切り取って作り直してる感じですかね。そうなんですよ、はい、だから簡単に、ね、手抜きのレストアと違うんで抜けてしまうということはないと思うんですよね。全部やりましたっていうのがもう永遠、これ何ページだろう、もう数え切れない、数え切れない、はい、あります。ずっと続いてます。当然興味のある方はおっしゃっていただければ、うん、ご覧になることもできますので、はい、まあ、動画ではパパパッとの紹介になりますけども、うん、はい、内装のレストアだったりだとかも全部こんな感じで、うん、はいはい、これすごいですね。すごいです。嬉しいですよね。これも怖くないじゃないです か、 そうですね、なんか何をやってるか分かんなくない。だからもう最初にも言いましたけど、うん、これも販売じゃなくて、うん、次のもしオーナーになる方いらっしゃったら、うん、もう引き継ぎっていう、そうですね、本当です、感じになるんじゃないかなと思われます、はい、うん、でこれと、うん、さらに、まあ、プラスアルファのその明細もありますし、はい、あとはなんとこれなんと BMW2002 ターボエンジン全オーバーホール、はいはい、2017年8月31日に、はい、これオーバーホールした記録の DVD 付きということで、はい、これはもう最高です。これ最高っすね、これ、はい、これ引き継ぐその何ですか、熱意のある方であれば、はい、かなりこう条件よく引き継げる内容、引き継げる内容になってるんじゃないかなと思います。これ漏れなくついてきますし、はい、興味のある方は繰り返しになりますけど、うん、見るだけ見るっていうのもできますので、はい、ぜひ見てみてください、うん、じゃあ最後になりますけれども、うん、やっぱりこういろいろレストアして、まあ、安心な部分もありますよっていう紹介のさし方してもらったんですけど、はい、まあ、年式が年式なんで、まあ、いろんなことが起きるじゃないですか、はい、でそれも楽しんでいただける方じゃないと、うん、多分この車っていうのは乗っていただけないんじゃないかなと思う。そうですね、はいはい、でさっきも下見であれ鍵が硬いかもなんて、そうですね、やってましたけど、はい、そういうのももう楽しみの一つとして受け入れていただいて、うん、まあ、あとはそのもちろんその修理に関しても現代の車みたいな修理できないじゃないですか、はい、ディーラーにその保証継承でとかっていうものともうかけ離れた存在になるんで、まあ、その辺十分ご理解いただけるお客様で納得していただける方がいらっしゃったら、はい、この車っていうのはかなりいいんじゃないかなと。もうぜひ、はいはい、あとはもう一つ土方さんと話ししたいのは、うん、もういよいよガソリン工ファンの方に関しては、うん、もう上がりの車を探す時期なのかなっていうのをちょっともう感じてきてるんですよ、ね、僕も感じてます。つい最近のニュースでカリフォルニア州、うん、2035年かな30年かな35年か35年からガソリン車販売全面禁止ということで、はい、もうドイツヨーロッパもその方向に動いてますし、もう市場からこういった車っていうのはもうどんどん少なくなっていって、なおかつこう手放されることも機会として少なくなっていくと思うんですよ。出てこないでしょうねしばらく。で、まあ、年式的におそらく懐かしい乗りたいっていう方よりかは多分生まれ年で、あ、そうですね、欲しいっていう方なんかは、はい、
いらっしゃるんじゃないかなと、うん、でもちろん世界的に見ても貴重な車なんで、はい、まあ、ぜひ興味のある方は弊社確認していただいて、はい、納得していただけるのであれば、うん、はい、ご購入していただけるといいんじゃないかなと思います。でもちろん詳しい詳細、はい、まあ、動画でお話しできない部分なんかもありますので、はい、まあ、ご覧いただければご説明することもできますのでお気軽にお問い合わせください。というわけで今回は BMW2002 ターボをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。